ございます。レンコンさんです。楽読ホームページからレンコンさんのプロフィールのリンクまでの行き方をシェアしていきたいと思います。まずは、インターネットを開きます。検索で楽読と入力してください。楽読と入力すると一番トップに楽読のリンクが出てきますので、タップして楽読のホームページを開きます。この中でスクールの紹介をクリック。スクールたくさんあるんですが、関東の欄を、まで行ったら関東の中の池袋スクールを探します。ありました、池袋鴨頭スクールの中にまたねタップしてもらって、この中にスライドしていくと、講座のレッスンの予定が出てきて、その下に池袋鴨頭スクールの講師先生たちの、プロフィールがあります。その一番下にレンコンさんがいます。プロフィールボタンを押すとレンコンさんのプロフィールまでたどり着きます。ホームページからスクールを探して、その中にスライドしていくとレンコンさんいますので、ぜひぜひチェックしてください。かつ、池袋鴨頭スクールのページでは、みんなの、ね、レッスンの予定が、分かるようになってます。チェックボタンを押して自分が受けたいメニューをチェックすると、ここのね画面表示がどんどん見やすくなっていくので、自分が必要な情報だけが、表示されるようになりますので、ここのチェックをしてからここのレッスン予定を見ていってください。レンコンさんは、しばらくウェブレッスンのみの、開講になりますので、このウェブにチェックしたら明日7月4日の9時からスタートしていきます。このレンコンさん星マークがついてますので、星マークウェブ開催楽読レッスン、レンコンさん野菜染めレンコンおじ人の喜び我が喜び千葉県出身って書いてあるのがレンコンさんです。ここをクリックして、まあこのログインをしないといけないんですが、ここに、クリックすると ログインをしてもらって参加するをチェックしていただくとレッスンが受けられます。この流れで、レンコンさんを探してどしどしレンコンさんのレッスン楽しく受けて本を早く読めるようになっちゃいましょう。まずはプロフィール見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。